はい、青春姫路市青葉です。今回紹介するのは東京高円寺にありますドロットさんの方にお邪魔してきました。こちらのお店はね、外観から見てもらって分かる通り結構ねファンキーな感じといいますか、結構パンク色が強いんですけれども、店内のね音楽なんかも結構ハードロックのようなパンクのような音楽がかかっていて、結構ね尖った感じの、まあ、ヴィンテージアメトイショップといいますか昭和レトロショップになっていて、結構ねそういったねお店の色がね割と強く出ているお店なので、通常のねお店よりもまだね商品のラインナップなんかも変わっていて、非常にね楽しめるお店になっているんじゃないかなと思います。店内の雰囲気はねこんな感じで、もう隠れ家的な感じですよね。そんなにね広い店内ではないんですけれども、本当にね細かいものが所狭しと並べられていて、そのね商品の内容なんかも結構ね個性的な商品が非常に多いので、見ててね目新しいものとか見たこともないようなものもね非常に多くね取り揃えられているお店になっているんじゃないかなと思います。でこちらのお店の店長さんは中学生の頃からねこういった古いものに興味を持って集め始めたということで、それがねどん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 膨らんでいてね、これだけの商品がねこう所狭しと並べられているショップの方をやるようになったということです。でね、自分もねこちらのお店見てて結構共感するところが多くて、多分ね世代的にはね同世代なんですけれども、その頃の当時あってね結構リアルなものですよね。こうキャラクターとしましてもしっかりとしたキャラクターではないパチモノとか、またね B 級品とかね、当時ね様々なね昭和の頃はね緩い時代でもあったので、様々な人気があるもののパチモノや似たような、ね、類似品なんかが販売されていて、メーカーもねよくわからなかったり、まあ、形もねガンダムなのかマジンガー Z なのか、そのアイノコみたいなね、そういったね不思議なものもたくさん売られていたんですけれども、そういったね懐かしいものも販売されていて、あこれ昔持ってたなとか、でももう今検索しようないんですよね。名前もわからないしメーカーもわからないような、そういったね本当にね一期一会といいますか、珍しいと言いますか、やはりね当時をね体験している人からすると本当にねピンポイントの思い出補正をさせてもらえると言いますか、どっか忘れていた記憶の片隅にあったキャラクターのなんかねグッズをね見つけられたりとかすることがあるかと思うので、自分もねなんかね見ながらね、あこれ持ってたなと、こんなどこのメーカーだったんだろうとかね、そういったものもね店内の方には見受けられて、結構マニアックな商品がね多いお店と言ってもいいんじゃないかなと思います。またね店内にはね結構ゾンビ系とか、またねこうモンスター系のねグッズなんかも結構ね多く取り揃えられていて、そういった面ではね店内にかかってる BGM なんかとマッチしていて、結構ねパンク色の強いアメトイショップもしくは昭和レトロショップといった感じで、斬新な感じのねこうレイアウトと店内のね雰囲気を醸し出してくれているお店になっているんじゃないかなと思います。またこちらドロットさんの方は T シャツとかね、またステッカーなんかも自分のねドロットさんブランドといいますかロゴをね配置したようなものも販売されていて、幅広いね面でねそういったものを販売されているお店になっているんじゃないかなと思います。またね細かいねステッカーやシールなんかも非常にね小さいねケースの中に小分けにされていて販売されていますので、そういった中にもね本当にねこう検索しきれないようなかなりレアものですよね。もう見てもらうしかないといった感じの商品なんかもたくさん取り揃えられていて、このね小さいお店の中の割にはね非常にね多くのものがこのね細かいスペースの中にねこう緻密にねこう陳列されて並べられていて販売されているといったような雰囲気を感じました。またこちらね高円寺という場所なんですけれども、非常にね周りにもねたくさんアンティークショップやヴィンテージトイや昭和レトロ、またね古着なんかがね販売されている、そういった古いものを取り扱うお店が非常に多くなっているエリアなので、そういった面ではね東京に来た際にはこちらのねドロットさんの方に立ち寄って買い物をしがてら高円寺の方を散策して楽しまれるのもいいんじゃないかなと思います。詳しいアクセスの方はこちらになります。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。